DIC。 何見てるんですか？見ますか？何もいない。いますよ。藻が。藻？藻は新しいソリューションの宝庫。食料問題を解決するかもしれないし、画期的な化粧品材料にも。まだまだ可能性に満ちてます。ただの藻だけど。ただものじゃないってこと。はい。あれ気になります？え？藻気になるかも。科学を超えろ DIC。本日の撮影いかがでしたか？はい、今日は1年ぶりの DIC の撮影ということもあり、企画自体もちょっと一新されたので、やっぱり新鮮に撮影もしましたし、でも DIC の撮影チームはみんな同じメンバーで撮ってるので、やっぱりチームワークが良いのと、コンパクトでスピーディーなんだけど、すごい的確にこう商品の良さだったりとか、科学の面白さみたいなのを伝えられるよう なんかそんな CM 撮影になったかなと思いました。そして今回の CM では物意外な実力に迫りました、はい、吉岡さんはこの物ような隠された特技、うん、意外と思われがちなんだけど実は得意なことあったりしますか？うん、そうですね、自分の仕事での特技で言うと、どんなにセリフが長くても必ず CM15 秒に収まりきるように話すことができるのが結構特技です。ちょっと DIC 前回の企画がすごい膨大なセリフ量だったんですけど、そこで鍛えられたんだと思います。さすがです。ありがとうございます、うん、そして科学を超えろをスローガンに挑戦をやめない DIC なんですけれども、はい、吉岡さんがこれから新しく挑戦したいこと、うん、ぜひ教えてください。はい、藻が今日テーマだったんですけど、すごい藻って物をこうなんていうんですかね、まあ、このあとちょっと物すごさみたいな話になっていくと思うんですけど、なんか一つで何役もこなせるっていうのが素晴らしいなと思ってて、ちょっと私もそんな物ような女優になりたいなと思っているので、ちょっとこう、まあ、いろいろね、いろんな仕事をこう手探りしながらやっているんですけども、まだなんだろうな、なんか海外で DIC ロケってしてないなって思っていて、ちょっとこう国内でもちろんこう DIC の商品の良さも伝えれるんですけども、世界交流みたいな、海外で交流を CM でもしたいなと思ってます。来年以降あるかもしれません。あるかもしれません、はい、楽しみに、はい、そしてこの動画が公開される頃にはですね、新年を迎えまして、もうすぐ成人の日なんですよね。吉岡さんは20歳でデビューされたと思うんですが、はい、デビュー当時の印象的な出来事何かありますでしょうか？デビュー当時はそうですね、まだ20歳の頃なんで本当に何も分からなくて、なんかとにかくオーディションを的外れのことばっかりしてたなっていう記憶はありますもうちょっとアドバイスしたいですね、当時の自分に。絶対それ受かんないからって言ってそんなこともあったんです。そんなこともありました。はい。さらに1月15日には吉岡さんお誕生日を迎えられます、うんうん、毎年この時期に DIC の動画が公開されておりまして、うん、昨年は30歳という節目の年でもありました、はい。30歳の1年はどんな年だったでしょうか？合わせて吉岡さん個人として新しい1年への意気込みも教えてください。はい、本当に慌ただしい1年で、30歳になるぞっていう前の1年前からその記念の写真集を撮ってたりしてたので、もうなんか30歳になる頃には31歳ぐらいの気分になってて、なんか1年分ちょっと早歩きで進んだなっていう感覚があるんですけど、でもすごいこうどの仕事も本当にやりたかったことに巡り合えたりですとか、で DIC さんともまた縁がつながったりとか、本当に嬉しいことが多い1年になったかなと思ってます。で、新しい1年ですよね。新しい1年は、まあ、今年本当にもう撮影に没頭するみたいな1年だったんで、ちょっと一旦落ち着いてもいいかなと思わせといて、またバリバリ働きたいです楽しみにしてます。はい、頑張ります。ありがとうございます、はい、今意気込みも語っていただきましたが、そんな新しい1年2024年への抱負を漢字一文字で表すとしたら何になるでしょうか？はい、ぜひお手元にお書きください。
ました。ではお願いします。はい、じゃん。水。これは今日撮影してて感じたことだったんですけど、私物のこのなんか揺らめきみたいなのを今日見ててなんかすごい癒されて、あ、なんか本当に慌ただしすぎてこの揺らめきみたいなのってちょっと今生活にないなと思ってて、で水があればいいんだって、この水の中で浮遊してるから、多分外でボッて桃出されたらもうカピカピになっちゃうと思うんですけど、この水にたゆたう感じがすごくいいなと思ったので、ちょっと水の中にいるものようにということで、ちょっと水の流れに乗るような優しい流れに乗って来年頑張りたいなと思ってます。さて、ここからは CM で登場した藻についてもっともっと知っていただこうということでクイズに挑戦していただきます。はい、題してクイズ藻漫才です。さあ、吉岡さん、クイズはお得意でしょうか？まあまあ好きな方です。お、はい、よかったです。ちなみに今回のクイズタイトルの藻漫才というのはですね、CM でも取り上げた物問題という意味と、はい、無問題と書いて猛問題というのをかけた造語でして、はい、実はクイズのヒントにもなっておりますので、ちょっと頭の片隅に置いておいてください、うん、はい、では早速参りましょう。問題です。藻がただものじゃない、その理由は何でしょうか？うん、A 食べられる、うん、B プラスチックになる、うん、C 化粧品材料になる。さあ、吉岡さん、この3つの中からお選びください。はい、これは自信があります。早いですね。はい、いいですか？もういいですか？はい、じゃあお願いします。まず A の食べられるプラス、これ多分引っ掛け問題で、もう一つ C の化粧品材料になる。A と C、はい、2つということでよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。さあ、鋭いですね、吉岡さん。結果はお見事、正解です。あはい、まず A の食べられるですが、モノ、うん、一種であるスピルリナはスーパーフードの王様とも呼ばれていて、50種類以上の健康栄養成分を持つバランス食で、うん、食品やサプリメント、健康飲料として世界各国で愛用されています。はい、そしてもう一つ選んでいただきました C は化粧品材料になるも正解でして、卵巣類、水前寺のりから抽出したサクランは保湿性、バリア性、抗炎症効果に優れ、美容健康分野で大変注目されています。そして残る B のプラスチックになる、うんうん、実はこれも正解なんです。え、本当ですか？これ初耳です。実は藻から抽出したオイルがプラスチックの代替資源としても期待されている、うんうん、え、藻がプラスチックになりますか？え、不思議すぎる。あんまりイメージないですか？全然イメージなかったです。この A と C は今回の CM でも私はっきり言ってるんですよ、セリフで。もう食料危機を救うかもしれないって。私もあのサプリ飲ませていただいてますけども、元スーパーフードで有名だし、 C も化粧品になるっていうのを聞いたこと。プラスチック、ちょっと意外でした。まだまだでした。そうなんです。実はこのクイズは A、B、C 全て正解だったということで、もの、さらなる可能性を知っていただけたんじゃないかなと思います。はい、もうまだまだあの DIC のね、ちょっとこう DIC 岡里帆として甘かったなと思いました。まさに猛漫才さながらのもの魅力を十分に触れていただいたところで、はい、クイズは以上でございます。ありがとうございました。クイズ猛漫才に挑戦いただきましたが、はい、挑戦してみてどうでしたか？いや、勉強になりましたね。あの物の凄さっていうのは本当こう DIC 岡里帆を通してたくさんあの発信し続けてたんですけど、また新しい発信できること増えちゃったなと思って、あのワクワクしております。
はい、皆さん、 DIC 岡里穂です。動画をご覧になっている皆様、今回の新 CM はですね、ものすごさについて熱く語っております。 DIC 岡里穂としても今回新しい発見もありましたし、皆さんにとっても本当にこう生活をちょっとこう彩ってくれるような、そんな新しい情報かなと思います。ぜひ CM とともに、ご覧になってください。今日はありがとうございました。またどこかで会いましょう。何もいない。いますよ、モガ。え？こう見えて新しいソリューションの宝庫なの。ただのモだけど、ただものじゃないってこと。はい。科学を超えろ、DIC。